さんこんにちは、ジュリアルームのジュリアです。今日もスタートしていきます。イエイ。で、来たよこれ。来たー。でも毎回思うんだけどワンテンポ遅いよね。すいません、タイミング悪くてすいません。ちょっとね、好きよそういうの。今日はね、何のお話かと言いますと、もうこれね、もう私大好きなアニメをね、ちょっとやりたくて、はい、進撃の巨人。わかりますよ。言わなくてもわかりますよね。大体想像ついた、これ。つきました。はい、大好きなんです。私、進撃の巨人マニア。ていうか、アニメがね、もう元々かなりのマニアで、でもその中でも私がもう愛してやまない進撃の巨人のコーディネートをどうしてもやりたいって、また全然関係ないんだけどね、この服と進撃の巨人は。はい、もうどうしてもやりたいっていう。はい、で、まあ、これ今もう何見てると進撃の巨人コーデなんだけど、このジャケットかっこいいですね。これ超かっこいいね。これのレザージャケットで、これ広岡デザイナーがちょっと頑張りまして、こう兵士が戦ってこう傷ついた様子を、こう表して作ったイメージのジャケットなんですよ。かっこいいですそれ。かっこいいよね。うん、そう、なんか引っ掛け傷みたいなのもあるし。そうそうそう、そうなの。これ本当兵士の戦闘シーンで、きっと戦えばこういう服着るよねっていうイメージのジャケットです。はい、戦いから戻ってきた感じですね。そうそうそう、そうだね、そうなのよ。そう、これ私お超おすすめ。レナーの進撃の巨人になれる、進撃の巨人じゃない、巨人じゃない、巨人じゃない、調査兵団になれる。これでもう十分かっこいいんですけど、ここにこうちょっと、はい、これ、勝手に名付けました自由の翼ストール。いいと思います。はい、このもう調査兵団かのようなこの色。素敵ですね。そう、これね、もう全然意図してないんですけど、あったんです。すごくないですか。ありました。なのでこれでも完全に私はリアルなこう3次元の調査兵団になれたと思うんだけど、うん、どう？100点ですねこれ。ありがとうございます。100点ですこれ。だよね、これ超かっこいいよ。でもアニメファンとしてはもうまずたまらない。うん、全てがいい感じにマッチしてます ね。そうだよね、これしかもツートーンなんですね、そのどれ？ショール？ツートーンじゃない。ああ、そうだそうだ、そう、裏がね、そう、ちょっとカーキー、うん、色がちょっと若干違いますね。違うんですけど、それも素敵。はい、だからそうだね、めくった時とか色が違うから、うん、かっこいいです。はい、っていう、そう、大好きなアニメをどうしてもやりたかったんです。わかります、伝わります。そう、アニオタファンからしたらね、これは最強だと思うので、はい、なので勝手に進撃の巨人に、あ、進撃の、そうね、調査兵団。そうそう、勝手に調査兵団でございます。そういうところ満載ですよ。知らないっていうのは知ってる。はい、言います。ロシア語で巨人はギガン。かっこいい。あ、今日リピートしてくれない？ギガン。はい、ギガンと言います。巨人ではないです。え？